過渡現象について学習いたします。RL 回路、RC 回路について解説いたします。過渡現象について、過渡現象とは、コンデンサやコイルを含む回路で、電流や電圧が一定の値になるまでの現象を指します。例えば、このようなコイルを含む回路があったとします。スイッチをオンにします。この時、コイルに流れる電流を I とします。 この時の時間 t と電流 i の関係をグラフに表します。時間の変化に対して電流の大きさはこのような変化をします。時間が経つと電流は一定の値に落ち着きます。この一定の状態のことを定常状態と言います。この動画ではこの定常状態に落ち着くまでのこの領域についてどのような変化をするかを学習していきます。 RL 回路についてこのような抵抗とコイルが直列接続された回路があるとしますこのスイッチを1番の接点に閉じますそうするとコイルには電流が流れます流れる電流を i とします時間 t と電流 i の関係をグラフに表しますこのような状態となりますスイッチを1に閉じた瞬間に電流が流れようとしますがそれと同時に このコイルに電流を流すまいとする逆起点力が発生します。なので電流は一気には流れず、このように徐々に増えていく形になります。時間が経つと逆起点力は小さくなっていき、やがてゼロになり、電流の値は一定の値に安定します。このように十分に時間が経った状態の時、コイルでの逆起点力はゼロになりますので、 この箇所は短絡していることと同じになります。なので、この状態の時の電流の値は、オームの法則の計算により、電流イコール抵抗 R 分の電圧 E となります。よって、ここの値は電流 R 分の E アンペアとなります。この電流が安定した領域の状態を定常状態と言います。ところで、T イコール0におけるこの電流のグラフの接線を描きます。 この接線と電流 R 分の E アンペアのラインの交点について、ここまでの時間を時定数と言います。ギリシャ文字でタウと表します。参考書によっては時定数をタウではなくアルファベットの T で表している場合もあります。ではさらにこの点における接線を書いてみます。この接線と R 分の E アンペアのラインの交点について、 ここからここまでの時間域は、これも時定数タウになります。このようにさらにここから接線を描いて、R 分の E アンペアの交点を求めたとします。そこまでの時間域は、やはり時定数タウとなります。ではところで、この R 分の E アンペアのこの大きさを1と捉えた場合、時定数タウの時の R 分の E からこの点の領域は、 この1に対して e のマイナス1乗の割合となります。e は自然対数の定の値で約2.718です。e のマイナス1乗は約0.37の値になります。この点から0までの割合は1から e のマイナス1乗を引いた値になります。e に2.718を代入すれば約0.63の割合になります。 RL 回路において、時定数タは R 分の L の式で求めることができます。この式は非常に重要な公式となります。なぜこのような式になるかは非常に難解な微分積分の計算をします。電検算数では計算過程は知らなくて良いです。この式を丸暗記してしまってください。ところで、この公式について、R と L がどちらが分母でどちらが分子なのか忘れてしまった場合、 思い出すコツについて解説します。どちらが正しいのか迷った場合は、L イコール0の時のことを考えてみます。つまり、コイルがない場合を考えてみます。コイルがないということは、つまりここは短絡していることと同じです。短絡しているということは、一瞬で定常状態になるということになります。つまり、この電流の波形がこのような状態になるということになります。ならば、 L イコール0の時、タウイコール0になるということになります。こちらとこちら、どちらが正しいか迷ったら、L イコール0の時、タウイコール0になる式が正しいと覚えておけば判別がつきます。こちらの式に分母に0と入れてしまうと、タウは無限大になってしまいます。こちらの式なら、L に0を入れればタウは0になります。なので、こちらの式が正しいとわかります。 迷った場合の思い出すコツとして覚えておくといいと思います。ところで、この時定数タウの値で何がわかるかというと、例えば、この時定数タが大きくなったらどうなるか。このような状態になります。見ての通り、タが大きければ、電流が定常状態に落ち着くまでの時間が長くなります。タウの値が小さければ、定常状態になるまでの時間が短いということになります。 つまりタウの値というのは、定常状態になるまでの変化の仕方を知る目安となります。次に、スイッチを2に切り替えたとします。先ほどまでコイルには電流が流れ続けていました。それにより、このコイルには電磁エネルギーが蓄積されていますので、そのエネルギーによってコイルは同じ方向に電流を流し続けようとします。グラフに表すと、 このような状態になります。コイルは電流を流し続けようとしますが、電磁エネルギーが徐々に減っていきますので、流れる電流は徐々に減っていきます。つまり、スイッチ2に切り替えた瞬間から、電流の値は徐々に減っていきます。どのような減り方をするかというと、先ほど電流が増えるときには、時定数 τ の時間が過ぎ去ると、この全体の電流に対して約0.63の割合まで増えました。 電流が減るときはその逆と考えてください。スイッチ2に切り替えた瞬間から時定数 τ の時間が過ぎ去った後、電流が0.63の割合で減ります。流れている電流は0.37の割合で電流が流れている状態になります。この RL 回路で重要なことは、まずは τ の公式を覚えること。そして電流が増えるとき、または減るときのグラフの形状を覚えること。 そして具体的な電流の増える割合、減る割合について、これらの数値を覚えることが大切です。RC 回路について、このように抵抗 R とコンデンサー C がついた回路となります。ではこのスイッチを1側に閉じたとします。この時、ここを流れる電流を i ア,ンペアとします。時間と電流 i の関係をグラフに表します。 グラフはこのような形状になります。スイッチ1を閉じた瞬間については、コンデンサに電荷が溜まり始める瞬間です。なので、時間 t イコール0においては、このコンデンサは短絡状態と同じものと考えます。ということは、流れる電流 i は、オームの法則の計算により、電流イコール抵抗 r 分の電圧 eV です。この点における電流は r 分の eA となります。 電流が流れるごとにコンデンサに充電されます。充電が進むにつれて電流は減っていきます。十分に充電がされれば電流は流れなくなり0アンペアとなります。ではところで t イコール0におけるこのグラフの接線を書いてみます。この接線と0アンペアのラインの交点についてこの時間域は時定数 T ά に当たります。またさらに 時定数タウの時のこの点からの接線を引きます。この接線と0アンペアのラインの交点について、この時間域はこれも時定数タウになります。ここからさらにまた接線を引いて0アンペアとのラインの交点を求めた場合、その時間域もまた時定数タウとなります。その繰り返しとなります。ところで R 分の E アンペアのこの量を1とした場合、 時定数タウの時のこのグラフの点から上側の領域は1マイナス E のマイナス1乗約0.63の割合となります。またこの点から0アンペアまでの領域について E のマイナス1乗約0.37の割合となります。RC 回路における時定数タウの値はタウイコール RC となります。非常に重要な公式ですので必ず暗記しましょう。この式も 時々忘れるかもしれません。例えば、タウイコール RC 分の1だったかもしれないと。迷った場合はどうすればよいか。迷ったら C イコール無限大と考えてみましょう。C というのは静電容量ですから、どこまで電気量を貯められるかという量になります。つまり C イコール無限大ということは、無限に電荷が流れ続けることになります。ということは C イコール無限大の時、コンデンサが短絡状態と同じと考えることができます。もし、ここが短絡状態であれば、 電流はこのように一定の値で流れ続けます。ということは永久に電流が0にならないので、時定数タウは無限大ということになります。ということはタウの式、これとこれどちらが正しいか、C イコール無限大としたとき、タウが無限大になる式が正しいということになります。こちらの式であれば C が無限大のとき、タウは無限大になります。なのでこちらが正しいです。こちらの式で C に無限大を代入すると、タウは ゼロとなってしまいまいすのでこちらは正しくないと分かりますこうすることで、公式を忘れかけた場合、思い出すことができます。ところで、スイッチを1側に閉じて、コンデンサに電気量が十分充電されたとします。上側から電流が流れ込みますので、コンデンサの上側の局番にはプラスの電気量が充電されます。下側はその逆でマイナスの電気量が充電されます。では、この状態から、 スイッチを1から2に閉じた場合、コンデンサは充電したエネルギーを電流として流します。この時のこのコンデンサは上向きに e ボルトの起電力を持った電圧源と同じような状態になります。ここでなぜこのコンデンサを e ボルトの電圧源とみなすことができるのか。スイッチが1につながっている時に、ここに抵抗があるせいで電圧効果が起きてコンデンサにかかる電圧が e ボルトよりも 小さくなるのではないかと思ってしまいそうになります。これはスイッチ1を閉じた後、十分に時間が経ったということを考えればわかります。十分に時間が経ったということは、電流が流れていない状態です。つまり0アンペア。ということは、抵抗 R にかかる電圧は、電流 0× 抵抗 R により、0V になっているという状態です。なので、電源の電圧 EV が、そのままコンデンサにかかっているという状態になります。 この状態からスイッチを1から2に切り替えた場合、コンデンサにかかっている電圧 e ボルトが、そのまま起電力 e ボルトの電圧源とみなすことができるということになります。起電力は上向きですので、電流が流れる方向は逆方向になります。スイッチを2に切り替えた瞬間、このグラフはどのような形状になるかというと、このようになります。注意してほしいのが、今流れる電流 i は下向きを 生徒しています。スイッチを2に切り替えた瞬間、電流はこのコンデンサから上向きに流れていますので、逆方向なので電流はマイナスになります。時間が経つごとにコンデンサのエネルギーが減っていき、流れ出る電流も減っていきます。なので電流はこのように0に向かっていきます。ではこの瞬間におけるこのグラフの接線を書きます。この接線とこの0アンペアのラインの交点について、 この時間域は時定数タウとなります。また、この点から接線を引いて、この0のラインとの交点について、この時間域についても時定数タウとなります。この後も同様で、この点から接線を引いて、0アンペアのラインとの交点の時間域を出すと、やはり時定数タウとなります。それの繰り返しです。この時の時定数タウの式も RC となります。 ところで、時定数 τ ウの時間経過後のこの電流の値の割合は、この上の領域が約0.37、下の領域が約0.63です。この RC 回路において重要事項についてまとめます。まずは、この τ ウの公式を覚えること。そして、このグラフの形状を覚えること。そして、時定数 τ ウ経過後の電流の割合について覚えること。また、コンデンサについて、 特に注意して覚えてほしいことが、コンデンサに充電が終了した後、電流の方向が逆向きに流れるという点です。この点について盲点となりがちですので、十分注意してください。それでは以上で今日の動画は終了となります。もしお役に立てましたら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。